関係者において明確な説明責任を果たすことがまずは重要ですが、党としても事実関係の把握に努めているところであり、しかるべき手順を踏んだ上で対応を考えてまいります。掲載していなかったということ自体が裏金だということであれば、まさに裏金だというふうに思います。政治資金パーティーをめぐる問題で沈黙を続けていた下村博文元政調会長が昨日、問題発覚後初めて会見を行いました。私自身ですね、清和県のパーティーの専用口座が あって、で合計でいうと476万ですが、これがあったということを、知ったのは今年になって今月でございます。2022年の4月に当時の安倍会長から官報をやめる方向で議論をするということで初めてですね、知ったとこういうことが実情であります。集まったメンバーはどうなったんですか。塩谷さんと私と西村当時事務総長ですね、それから世耕政風会会長です。集まったことは事実ですけども、キックバックはやめると、還付はやめるということに対してすで、にかノルマ以上の売り上げのあった人からどうしてくれるのかという話があったというのは議論としてありましたが、これについてですね、じゃあこのあとどうするかということは議論としての結論はなかったと。その中で、ある人から結論は出なかったわけですけども、その還付については個人の資金集めパーティーのところに、上乗せしてですね、それでそこで収支報告書で合法的な形で出すということもあるのではないかという案がですね、もうあったと思いますが、どういう形を取るかということについては結論というか議論の終結はなかったということです。ある人っていうのはどうなんですか。それはまた取材して聞いてください。